はい、行きましょう。直線の方線ベクトルですね。で、ここで勉強するのは方線ベクトル、そしてベクトル方程式です。なのでね、前回の動画でベクトル方程式とは何ぞや、まあ、ここに書いてますけどね、また改めて、ベクトル方程式とは何ぞやっていうのを知らないと厳しいと思うんで、まだベクトル方程式について自信がない人は先にそちらを参考にしてください。で、それをクリアした人はね、ここでは方線ベクトルについて勉強していきます。で、まずね、方線ベクトルってなんやねんっていうところをしっかり押さえとかなあかんくて、ここに書いてる通り、A ベクトルの方線ベクトルって言われた時にどういうベクトルをイメージできるかなんですね。で、もう方線ベクトルとは垂直なベクトルです。A ベクトルの方線ベクトルっていうのは、A ベクトルに垂直なベクトルっていう意味なんですね。もっともっと具体的に言うなら、こういう風に A ベクトルがあるなら、方線ベクトルっていうのはこいつと垂直な、まあ、例えば例の一つとしたらこんなベクトルです。なぜ方線ベクトルっていうのは垂直なベクトルのことなんですね。ここまで OK でしょうか。で、この2番では実際問題ね、方線ベクトルである直線の式を求めようとか、そういう風な、垂直な直線の方程式を求めようとか、そういうのやねんけど、やっぱりベクトルで方程式を求めるとなると、ここに書いてるとおり、ベクトル方程式なんですね。で、先ほども言った通り、ベクトル方程式っていうのは、もう一回説明していますと。で、どういう風に求めるかっていうと、結構シンプルなんですね。学校の教科書とかには、よく公式書いてるけど、あれ公式丸暗記するっていうよりも、勝手に出てくるんですね。どうやったら勝手に出てくるかっていうと、この3つのステップを踏めば大丈夫です。まず図を書こう。そして求めたい順に点 PXY を取ろう。そしてその図を見ながら条件を式にしてみようと。っていうこの3つの流れですね。これは前回の動画でやった通りです。で、あとまあ忘れてはいけないのは、もう多分大丈夫だと思いますけれども、ベクトルが垂直って言われた時にどういうヒントを使うかっていうと、内積が0でしたよね。このヒントもやっぱり垂直が出たので使います。これについて詳しく知りたい人はね、垂直の、ベクトルの垂直のところの動画をぜひぜひ参考にしてみてください。じゃあ実際に問題解きましょう。そうすると、よりわかりやすくなります。まず1番は、点 A1-3 の通り、方線ベクトル N ベクトルイコール2号である直線ですね。この図的状況をまず、想像しないとダメです。点 A っていうのがあって、1-3 っていうのがあって、方線ベクトルが N ベクトルイコール2号である直線やから、まず N ベクトルイコール2号っていうベクトルを考えてみます。ほんのまあこんなんですよね。2号、成分が2号っていうのはこっちに2ってこっちに5行くような斜め具合のベクトルやから、これが N ベクトルになります。で、方線ベクトル N ベクトルである直線っていうことは、N ベクトルに垂直であるベクトルっていうことですよね。方線ベクトル N ベクトルイコール2号っていうのは、この求めたやつが2号と方線ベクトルですよ、垂直ですよっていうことやから、求めたい直線は点 A を通ってこの N ベクトルに垂直なこんな直線なんですね。ここまで OK でしょうか。こんな直線やとね。で、こういうふうに図的イメージが、想像ついたら、次はこの求めたい直線上に点 PXY を取ると、まあ、この辺にしましょうかと。そして条件を考えると、当然この AP ベクトルと N ベクトルが垂直なんですね。こういうヒントが AP ベクトル垂直 N ベクトルだと。で、垂直って言われたら内積ゼロやから、こういう風にヒントを置き換える。まあ、あとは簡単ですよね。ほんなら AP ベクトルを成分で表そうと。これ、後ろ引く前なんで x-1y+3 ですよね。もうこれについては成分のところで何度もやってるんで、ここがわけわからん人、なんでこうなのってわけわからん人は成分のところを参考にしてくださいね。ね、x-1y+3 と2号イコール0で、あとは内積の計算の仕方ですね。成分、左かける左足す右かける右なんでこうなって、あとは、こういう風になると計算するだけです。 OK でしょうか。次2番ですね。3点 A31B-2 に C1-5 について、点 C を通り直線 AB に垂直な直線やと。これもやることは一緒です。図を書いて、で、条件を式にすると、まず ABC 取ります。3点 ABC、 A が3、1、B が -2 に C が 1-5 やから、この辺かと。で、求めたいのは点 C を通り、ここを通り AB に垂直な直線やから、求めたい直線はこれですね。これの方程式は何ぼですかっていう問題ですと。ですよね。で、図を見たら、図を書いたら、次にやるのは求めたい順に点 PXY を取ると。
で、これを見て条件を考えると、当然 CP ベクトル垂直、AB ベクトル、もしくはまあ BA ベクトル、どっちでもいいですよね。CP 垂直、AB やと。ということは内積が0。まあ、あとはやることは一緒です。ね。ということで、ここでは、直線の方線ベクトルについて、ベクトル方程式の求め方を勉強しました。ここで大事な知識は2つでしたね。まず方線ベクトルの意味、方線ベクトルというのは垂直なベクトルですよと。そしてベクトル方程式の式の求め方はこの3つの流れやったんですね。これは前回の動画でも説明した通りです。あとはノーヒントでできるように自分で練習していくだけです。